じゃあこんにちは、はい、豊さん、はい、今日は2024年の新人王予想です。新人王な、そうです、去年一生に一度のチャンス、そうです、ね、去年は豊さん覚えてますか？何新人王、村上でしょ。そうです、覚えてるよ、村上投手でした、はい、パ・リーグ、パ・リーグ誰だっけ、あ、俊平太だ、そうです、山下俊平太投手、はい、ね、でしたけれども、まあ、去年はね、セパともにピッチャーが新人王を取りました、はい、まあ、毎年の傾向としてやっぱりね、ピッチャーが取るっていうのが新人王ってなんか多いなっていうイメージ、まあ、使われやすいよね。確かにそうなんです、ね、でレギュラーでずっと出れるっていうのはなかなか野手ではね、はい、まあ、ハードル高いというか、うん、まあ、だから、まあ、ピッチャーっていうのはいろんなポジションがあって、先発もあり、中継ぎあり、抑えありということでね、はい、だから、まあ、ピッチャーの方が使い勝手はいいだろうね。そうですね、はい、というわけで、ちょっとあの今年のルーキーだったり、あと新人王の権利を持ってる選手たちの目星選手たちをずらっと挙げてみましたので、まあ、権利はたくさん持ってるけどね、みんな、まあ、ある程度目星ね、そうですね、はいはい、あの全部権利持ってる人挙げちゃうと、挙げたら大変だろうな夕方になっちゃうんで、そうだな、はい、夕方か、そうですね、はい、ちょっと暗いですが、そうだ、さあ、まず豊さん、巨人から、はい、巨人は佐々木、西舘、はい、うん、まあ、チャンスによっては伊豆口というね、あ、佐々木選手も西舘投手もそして伊豆口選手も一応まあ開幕は、はい、一軍スタートというふうに、ね、まあ、西舘に至ってはその7回がね、うん、働き場所として指名されてるし、はい、まあ、佐々木っていうのはまあスタートしていくだろうなっていうね、うん、ことはあるし、はい、まあ、だから、まあ、チャンスはあるよ ね、 ですよね、うん、まあ、そうなると伊豆口選手もあのもちろんルーキーなんですが、はい、まあ、内野手というところ、まあ、伊豆口は、はい、俺も個人的な意見で、やっぱ彼の持ってる素質だとか、あ、まあ、その野球に対しての考え方だとか、うん、だからプレー見てたら分かるから、はい、だからまあそこら辺でちょっと入れとこうかなと、うん、名前をね、なる、名前を入れとこうと、だからなかなかチャンスはないかも分かんないけど、はい、まあ、内野手としたらね、うん、まあ、だけど何が起こるか分からないから、そうですね、まあ、いい準備をしといてほしいということで、うん、はい、もし佐々木選手であれば、例えばどのぐらいの率残したり、どのぐらいの試合数出れば、その新人王によりくっと、まあ、一番を任される確率が高い、はい、まあ、そうなってくると、3割7分以上 の、 あの出塁率、はい、あ、びっくりした、そうですよね、うん、まあ、これはちょっと期待したいな、うんうん、打率的にはどのぐらいいけば、まあ、いきなり3割打てるっていうことは多分ないと思うよ、2割8分ぐらいでいいよ。でもそれでもこ、ね、高打率、ね、まあ、もちろんそうだね、今の野球からするとね、そうですよね、はい、西舘投手一応7回ということなんで先発ではないので、まあホールド数30以上いけばいいんじゃない、うん、うん、そうか、去年あの楽天で実は隠れてこんなに頑張ってた渡辺な、はい、っていうのもありましたし、うん、なんか中継ぎの、ね、新人王が出てもそれはそれでいいのかなって、まあ、まあそうだね、うん、まあ、そのホールド数も大切だけどやっぱこう防御率が大切ですよね、うん、まあ、勝ち星はまあ中に入るから、はい、まあ、二の次だけどもね、うん、はい、さあ DeNA です、まあ渡来だな、まあそうですね、うん、まずは、まあ、渡来は今年1年おそらくレギュラーでね、うん、まあ、やって生かすと思うし、うん、で石神、はい、まあ、オープン戦でチャンスをつかみ、はい、うん、まあ、ショートのポジションをつかむかもわからない、はい、ね、うん、まあ、この選手も相当チャンスをもらえると思うし、はい、あとはやっぱこう松本、はい、あ、ピッチャーいいね、あ、豊さんにいや、いいと思うよ、うん、いや、だからこの選手はなんか投手陣の中の救世主になるんじゃないかなっていう感じもするしね、うん、いや、そのぐらいやっぱりいいボール投げるし、はい、だから期待はして、うんうん、あともう一人豊さん、松尾、はい、だから山本がねしっかりしてる、うん、まあ、伊藤光がいる、うん、まあ、その3番手でおると思うんだけども、はい、だけど積極的に使ったら面白い選手になるけどな、バッティングはいいけどな、でもそのためには新人王にでもなるためにはスタメンを、そらレギュラーをまあ80ぐらいは被らないとな、最低だよ、そうですよね、うん、新人王でキャッチャーで取った選手っていうのは新之助が取ったんじゃないぐらいですか、でも、うん、多分、そっか、やっぱキャッチャーってポジションってそうですよね、なかなか、まあ、なかなかチャンスを与えてもらえないからな、うん、新人王を取れる権利のある人たちってなかなか難しいですけど、うん、でもぜひ取ってほしいですよね、まあそうだね、うんうん、まあ、渡来選手だったらどのぐらいの数字でやっぱり新人王っていうあります？
やっぱ佐々木がさ2割8分だったら2割8分だよね。そうですね。で同じ1番を打つんであれば、その成績をどっちかが上回ってるっていうことが、まあ、条件だよね。そうか、佐々木選手と渡来選手の身長争いっていうのも十分にある。いや面白いよな、うん、まあ、そう争ってくると同じ1番だとしたらね、はい、うん、あと打順が違うと役割が違ってくるから、うん、だからまあそれでもないんだけども、うん、でも同じ1番打つんだったらもう成績見ていい方が上に行くっていうことだよね、うん、確かにそうなりますね。さあ阪神です。はい、阪神は権利としては門別。ああ、いいですね、門別投手。はい、はい、門別は、うん、優勝するのに今年阪神ってある程度厳しいっていう話をした動画があると思うんだけども、やっぱ門別が出てきて活躍することによって、まあ、昨年の村上大竹になってくれると、うん、すごくありがたい投手になってくるよね、はい、うん、門別はまあそのぐらいの力はあると思うし、はい、いいスタートを切ってほしいな。そうですね、やっぱね阪神は1回負ける2回負けたりするとさ、やっぱ期待感が薄れるから、やじに変わる可能性あるしね、はい、だポンポンといけばさ、うん、お今日も別にいけるでみたいな、うん、まあ、一つのノリが必要かなっていうふうに思うし、はい、まあ、実力的にももう備わってきてるしね、うんうん、だからいいスタートを切ってほしいなって思うね、はいはい、あとは、まあ、シーバ投手、まあ、シーバな、はい、あー、まあ、シーバも疲れるのかどうかっていうことだよね。まずそこからですよね、うん、まあ、あんまりその触れ込みでアマチュア時代のその球に力があるとか、うん、そういうのがちょっと出し切れてないんで、はい、だからまあここら辺を出し切れるようになってくると、まあ、ただあそこは中継ぎも結構いるからな、いいのが。となるとやっぱりファームでっていう。そうだな、だから相当頑張らないとベンチには残れないというね。そうですね。でベンチに残れそうなのが岡留、うん、中継ぎで、はい、あ、いいね、はい、うん、やっぱりなんか阪神の中継ぎの精神が宿ってるみたいな、うん、まあ、そんな感じもするし、岡田監督も絶賛してますしね。いや、なかなかいいよね、うん、だからまあここら辺は面白い存在になってくると思う、うん、これまあ門別投手はまあ先発ですけれども、はい、これ先発だとどのぐらいの数字、やっぱり10勝はしてほしいよな、はい、うん、やっぱ村上がねポンと2桁勝ったように、うん、門別も使われるんだったら、まあ、岡田監督も 5,6 勝のピッチャーは無理してあえて使わないと思うんだよね、うん、だからまあそういう大きく勝ち越せるっていう魅力があるから使うっていうね、それまでは使わなくてもいいって、うん、ピッチャー足りてるって、そうなっちゃうんだけど、勝てると思ってるからやっぱおそらく使っていくと思う。おー、あとはずっと年間通してその先発ローテを守ってくれればっていうところですよね。まあ、1、2回飛ばしてもね、うん、疲労を取るために、うん、まあ、いいと思うし、うん、まあ、怪我なくやってほしいな。そうですね、はい、さあカーブです。カーブ田村、うん、はい、大好きな、いやー田村魅力あるな、うんうん、だからどのぐらい今年ブレイクしてくれるか、はい、まあ、非常に楽しみだけどね、うん、まあ、それが新人王に輝くといいけどな。そうですよね、はい、田村選手はね、まあ、ルーキーではないので他のルーキー選手の野手よりも求められることっていうのはやっぱり多くはなってくると思いますし、まあ、あるよね、はい、うん、今年はチャンスやな。チャンス、そうですよ、本当チャンスですよね、はい、さあそして黒原、はい、まあ、黒原もね3年目かな、うん、やっぱ大学の時こう結構な変化球投げててくれたんだけどもさ、うん、なかなか精度よくいかないな、うんうん、だからなんていうのかな、森下の代わりに、うん、まあ、第2戦抜擢、まあ、されてるけども、はい、まあ、うまくはまってくれるといいな。実力はあるんだよ、力はあるんだろうけども、やっぱりなかなか表現できないよな、うん、ここら辺がやっぱりちょっともったいないところかなって思うけど。ですよね、ただチャンス生かして一カーでも向ければ、うん、もちろんいや力はあるよ、面白いピッチャーになると思うよ。そうですね、あと先発ローテに入ってこれるチャンスも、まあ、あるね、回ってきたんだよね、はいはいはい。さあそして滝さん、はい、ルーキーです。まあこれは俺が好きなだけでいやこのピッチャー俺やれると思うんだけど、なかなかこうハマってこないというね、うんうんうん、もうアマチュアもプロも、うん、まあ確かにプロっていうのは飯食ってるけど、それで、うん、何変わらないよまあ自信持ってひょ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 投げとけば。そうか、滝田さん 2年目1年目ですよね、ルーキーですよね。だから、まあ、キャンプの時
投げてる姿も見たし、はい、まあ、オープン戦のもちょっと見たけども、うん、まだまだなんかこう力が出し切れてないというかさ、はい、なんかこうもっと思い切って表現すればいいのになと思うけどもね。あ、その思い切りの良さが出ればいいんじゃないかと、うん、そうだね、うん、さあそして高、はい、うん、もう同じかな、同じ、うん、やっぱね、うん、ルーキーにやっぱアドバイスするときにやっぱプロの怖さってどうのこうのって怖さを教えるか楽しさを教えるか、うん、ね、どっちがいいかっていうとやっぱ楽しさを教えてあげた方がいいな今は。あ、そ、昔なんかねもうね危機感ばっかり言ってくるやつがいるんだよ、うん、そんなんじゃできねえじゃねえかって思うんだけどはい、はい、いやプロは厳しいぞみたいな、うん、分かってるよ、うん、そんなことは。でもそこで力発揮するのは、うん、楽しい方が発揮できんのか、うん、ね、自分を戒めて厳しく追い込んでった方が力が出せるのか、うん、これはやっぱもう本人が知ってるからさ、うん、余計なこと言わない方がいいと思う。もう逆に楽しめぐらいの勢いで、そうだな、うん、もうそのぐらいでこう伸び伸びやらせてたらこう自分たちの力が発揮できるかなっていうね、うんうんうん、ことは思うけどね。さあ続いて中日です。田中美希也、ね、昨シーズンをちょっと棒に振ったので、ただねこの子はもう先に言っとく、うん、取れない。あら、え、それはどうして。これは100試合までやっぱ出場が不可能だと思う、体力的に。そのやっぱり去年休ませなきゃ、うん、体力的に、体力の、いや自分が持ってる怪我もあるし、はい、あ、あの持病としてね、うん、持ってる怪我もあるし、だけどチームには絶対必要な人間なんだよ、はい、うん、だから仮に80試合だったら、うん、この80試合をいかに勝ちゲームに持っていけるかっていう、うん、この子はこういうものを持ってる、はい、うん、だから新人王よりももっと80試合で大きなものを手にする可能性がある、うん、そういうことか、価値としたらね。そうか、だからあえて厳しいことを言うかもからね、うん、新人王取れないよみたいな、うん、平気で上からだけどすみません、いやだけどチームにとってとっても大事な選手になるから、そうか、うん、だからそれを表現してほしいなって、うん、なるほどなるほど、いろんなところ本当にあこの選手がいてくれてよかったなっていう選手になれる選手だから、うんうんうん、だから新人王とかね、うん、そんなこと考えず頑張ってほしいなと、うん、はい、なんかまたいいかと思うんですよ。ただもう新人王取れないっていうあれでなっちゃって、取ったらどうしますよ高さん。すいません、何か贈り物持ってドライチかなんか持っていこうこれ。あれだ、そうしましょう、そうしましょう、はい、さあそして辻本ね、はい、はい、まあ非常に頑張ってる子だけども、うん、なかなかな厳しいポジション、ポジションがね、そうなんですよ。だから取れるか取れないか、うん、っていうこともあるし、まあ、どういう疲れ方するのかっていうことで、うん、まあ、決まってくるよね。だからなかなかやっぱ中日だったら、うん、まあ、例えば辻本入ってきたらショートで使いますよ、お、もう新人王のチャンスっていうか大きなチャンスもらったのと一緒じゃんって、うん、昨年までは言えたけど、はい、いやでも今年の場合はちょっと違う、やっぱレベルが一段上がってきてるから、なかなかやっぱこう辻本厳しいよ。ただまあ、ね、一応開幕スタメンがその田中美希也選手とロドリゲスで行くというふうにはなってますけれども、うん、例えばそこが分かんないよ、ね、分かんないよまだ そこが、ね、また逆に言うと二遊間が、うん、もし崩れれば調子悪ければスッと入っていけるチャンスも、田中美希也をちょっとあれだなと思った時は打てない時だよ。あ、他は使う、守備だったらそうか、あ、もう、そうですね、守備だったら率先して使うよ、走塁にしたってそうだし、そうか、だからバッティングが下がってきた時、うん、まあそんなに打てるとも思ってないし、うん、ロドちゃんにしてもロドちゃんにしてもそんなに打てるとは思ってないよそれでもやっぱ守備っていうところで、まあ大事にしてる。あ、だそうか、うん、だけど他のやつが打てよっていうような感じだ。そうか、そこにじゃあなかなか入っていくの難しいかもしれないですが、ね、チャンスはないではない、なくはない、うん、はい、それヤクルトです。はい、はい、松本、はい、ピッチャー、うん、新人です、トヨタ自動車、はい、ね、社会人から、やっぱこの社会人の経験が活かせるかどうかだな、うん、まあ、吉村もそうだったけども、はい、まあ、非常に安定したピッチングはしてくれるんだよね、うんうん、ただやっぱこう球威とか、うん、そういうものがちょっと落ちた時に食らうっていう感じがあるから、いかに自分のベストの状態を続けられるか、うんうん、まあ、そこだな。そうですね、で松本がやっぱこうヤクルトの救世主になれるかどうかだな。そこ、それって救世主になるかどうかでやっぱチームの順位っていうのも変わってくる。いや、全然変わってくるってことですよね、うん、やっぱ阪神が優勝したのは村上大竹の二十何勝でしょ、うん、はい、これが昨年までゼロだったわけだから、それをこう積み上げたわけだから、うん、
阪神は、うんうん、だからそこの隠し玉となっているのが誰かっていうことだよ。そうですね。だからまあ西舘っていうのは中継ぎでね、はい、弱い部分に入った、うん、こう松本 DeNA のこれも救世主になる可能性もあるよ、うん、そうですよね。いやまあこれも中継ぎだと思うけど、はい、だけど昨年の二の前から考えると門別、はい、こういうことももうポーンと10勝12勝とかしてごらんや、うん、ああ楽勝だったな今年もみたいな。そうですね。になりかねないし、はいね、カープは倉原滝田、はい、タカとかね、うん、パン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 投げたら分からんよ。確かに分かんないですね。いや本当に、うん、まあ中日はいないなピッチャー、そうですね、だから必要ないもん、まあ、ピッチャーもいますからねそもそもが、うん、そうそうそう、うん、でヤクルトは松本、はい、まあ、こういう選手たちがやっぱこうチームを支えるかどうかね、うんうん、まあ、それによって自分の価値観というのも上がってくるし、はい、まあ、ぜひ頑張ってほしいと思うな。そうですね、うん、さあ結論つけなくていいんだな、え、最後です、一番最後です、一番最後あんのパリーグもまだあるんですよ。パリーグまず西武です、うん、三谷さん一押しですよ、ね、まあ、竹内だな、うん、これはやっぱり魅力あるね。そう、それはどうですか、まあ、オープン戦とか見ててやっぱ力強いわ、うん、ピッチングに、あ、それとやっぱコントロールもいい、うん、だから俺は勝てるピッチャーだと思ってる。スタッフは絶対無理だって言ってるけどねただあそこでその例えば隅田投手にしてもいいって言うとやっぱ1年目とかちょっと、ね、何言ってんの、勝ちと負けが逆になっちゃうみたいな。隅田の、ね、立ち上がりから5試合まで見てみ、うんうん、1点取ったら勝てるから、まあそうなんですよ、ね、2点取ったら楽勝だから、うん、だけどそこでやっぱ我慢できなかったのがルーキーなんだ。あ、ということは大丈夫だ。大丈夫ですか。大丈夫って今年は点取るから外国人頑張ってくれる。頑張ってくれる。あと、まめた。まめた。はい。ね。まあ、ここら辺もなかなかね、うん、これはね、ちょっと目立たないかもわからないけど、影に隠れてるかもわからないけど、数字は残してくる可能性はある。あ、へー。中継ぎでね。へー。うん。中継ぎって数字を残してくる。そうそう。派手さはないけれどもってことですか。だから中継ぎってさ、大体派手さないじゃない。中継ぎで派手なやついるかお前。浅尾投手ぐらいでした。まあ信じようじゃないですか。それは自分の中だろ。そうか。まああそこまで行ったら突き抜けてるよね中継ぎで。そうそう。まあ中継ぎです。あ、かっこいいなあいつは今でも。今でもめっちゃかっこいいんですよ。そうなんですよ。本当に。話それすぎだろ。すいません。次。ロッテ行きましょう。上田キュート選手チャンスも与えてあげたいな、うん、まあ、内野手なんかさ、まあ、昨年のその昼間、はい、西武の、うん、なんで昼間が出てこないのかなっていうような感じになっちゃうとさ、うん、ちょっとやっぱりこうショーからは遠ざかるよな、まあ、なりますね、なかなかやっぱ厳しいしね競争が。これってそのコンバートがロッテの中であったもんだからよりストモン出してストモン出しちゃったわけですよねまあまあまあでも実力があるし出たら何かしてくれる選手だからやっぱ途中から俺使われ出すんじゃないかなっていうような気はするんだよね。そっかそっか。だからそこにチャンスがあるからいい準備をして待っててほしいなって思うね。はい、じゃあソフトバンクです。はい、はい、まずルーキー澤柳。はい、澤柳投手。まだ他にもでもルーキー投手いますよ。まあ、はい、あと岩井投手あったりとか、あとハムから現役ドラフトした長谷川投手。まあ大体中継ぎかなっていうふうに思うけど、うん、やっぱそこら辺の強化をこういうルーキーたちでできるかどうかだよね、うん、いや不安なんじゃないのって先輩たちが思うところをしっかりやってくると認めてくれるともっともっと力が出せやすくなるからね、うんうん、だからまあ最初が肝心かなっていうのは思うよね、うんうん、ルーキーは特にそうですね。いいスタート切れればさ、まあ、調子よくいってくれるしさ、うん、だから最初つまずくとなんか怖さばっかり先に立って力が発揮できなくなるっていう、うん、だからいいスタートもな切れるといいですね。でもバックの人たちが打ってくれるからそれを信じて投げるというね。まあそうですね、ソフトバンクは、うん、まあ最初から点を取られるっていうような計算ではいかないということね、うん、であとはねやっぱこう中継ぎの人ってやっぱ瞬間的な勝負をしていくわけだけどもやっぱ相手がどういう特徴を持ってるのかってしっかり頭に入れて、うん、マウンドに上がると全然違うからね、はい、先発っていうのはある程度ミーティングをする、まあ、中継ぎもするけどもどこと当たるかわからないじゃない。先発って大体全員当たるからさ、うん、だから詳しくこう勉強していくけども、うん、中継ぎってさやっぱ誰に当てられるかっていうのはわからないから、うん、でもしっかり頭の中で整理をしてマウンドに上がると全然結果違うから。そうですよね、はい、うん、頑張ってね頑張ってねいやいや頑張ってほしいからそうですよね、いや頑張れ頑張れみたいな確かにそんな感じだよね、はい、日本ハム金村、はい、
このピッチャーは実力はあるよ、うん、本当に。あの昨年先発してね、ちょっと1試合投げて故障したのかな、うん、それから、まあ、まあ後半ちょっと投げたけども、まあ、今年チャンスだよね、本当に1年目というかさ、はい、中継ぎで使うらしいんだよね。あ、そうなんですね。予定としたらね。だけど、まあ、相当精度のいい、はい、こう村上みたいなピッチャーだよ、阪神のいい時の。あのタッパーはないんだけど、はい、あのやっぱこう高めにフォーシームで結構いけるピッチャーだからすごく楽しみなんだよね。しかも中で一応使われる最終的なんですかね。そうだね。で、とっちらがることがまずないピッチャーだから、はい、安定感出してきたら本当相当活躍すると思う。お、じゃあ新人をも近いと、はいはい、活躍すれば、ね、はい、でオリックスです。ソタニ、はい、ピッチャーちょっと変則気味なんだけどね、うん、まあ昨年もちょっと投げたけどね、非常に面白い素材だよね、うん、はい、で今年2年目ということで少し余裕を持って投げられる、うん、ということは山本も抜けたりだとか非常にチャンスはあると思うんだよね、はい、だから非常に楽しみだよねこのピッチャーは。そうですよね。どのぐらい勝っていけるのか、うん、いや勝っていけるピッチャーだと思う。タイミングが取りにくいもん。そうか、まあ、オリックスは本当にあの若手が先発陣とか、ね、中継ぎも湧いて出てくる、ね、チームなので、ムクノキもあるかもわかんない。あ、そっか、チャンス、ムクノキもチャンスあるのか。あいつもう2試合ぐらい投げて、うん、突っ飛んだからね。あ、そっか去年トミー・ジョンって。そうだそうだそうだ、だからムクノキもチャンスある。ムクノキが絶好調だったらあのピッチャーも打ちにくいからね。そうか、後輩だけど。あ、そうだ、そう、後輩ですよ ね。そうかそうか。大学の後輩はいっぱいいるんだけど、高校の後輩はさ、2人しかいない。あ、2人だけですか。山本ね、ヤクルトの。あ、2人なんですね。むくちゃん頑張ってよ、本当にそうですね期待してるよ。いや、だからオリックスからピッチャーまた来れば、新人を取れば2年連続オリックスから、まあまあそうだってかことになりますもんね、はいはい、で、楽天はこちら、はい、ちょっとオープン戦ではな、いい結果が出てない、ちょっと力み倒してるというかさ、うん、まあ慌てるわな。でもチャンスはすごくあると思うし、うん、今井監督はやっぱ若手にこうスイッチングしようとしてるから、小蛇なんかはすごくチャンスをもらえる可能性はあるよね、うんうん、だからそのチャンスを生かせるかどうか、はい、それチャンスを生かせるんだったらすごく新人王のチャンスも大きく、うん、あの広がってくるよ。だって使われるんだから。まずそのね、使われるってことのチャンスが、いや、それもちろん、それがないチームあるからね、うん、いやなかなか層が厚くて、こう俺はこのチームでは、うん、ちょっとなかなか出番がないっていうんであれば、仕方ないけど、うん、小座なんかはもう、本当にチャンスは落ちてると思うよ。そうですよね、うん、そういう意味では同じルーキーの松田投手も、はいはい、もちろん、松田、去年の渡辺翔太の2人目になるんじゃないか。はい、渡辺投手は隠れていや、俺はやっぱあれだけ の、 その去年渡辺のね、うん、あの成績を見たら渡辺の方がっていうふうに思ったぐらい新人王に近かったと思うんだけども、うん、はい、松田はそれを超えていくぐらいの活躍できるんじゃないかなって、うん、すごいすごい。だから則本が後ろで待っててくれる、ね、渡辺がいる、松田がいる、ここは結構なね、うん、後ろに行けば行くほどいい投手がいるっていう感じに楽天もなると思う。おお、そうなんですね、うん、だから松田っていうのはちょっとね、中継ぎは地味でしょ、はい、だからちょっと注目しといてくれれば、はい、成績追っといてくれれば、うん、あれ今日もホールド、うん、あ、そう、今日もホールド、一昨日もホールドだったみたいな、はいはいはい、ことになってくるようなピッチャーだ。え、じゃあ要チェックピッチャーですね。要注意。お、楽天の松田投手、わかりました。さあ、これでセリーグパリーグの一応、はい、あのざっと新人王で出ましたけれども、はいはい、多いな、たくさんいるな、やっぱり有望なね、若手がね。そうです、はい、さあ、この中でセパ一人ずつを決めてもらいましょう、はい、まずセリーグ、まあ、オープン戦の結果からいくと、うん、渡来って言いたいところなんだけども、けれどもやっぱり新人王ってさ、はい、順位とかもちょっと影響してくると思うんだよね。もちろんな、うん、そしたら、うん、それ以上行く、うん、多分上に行く、うん、きっと行く、きっと行くジャイアンツがの西舘、後輩ですね。後輩、大学の。俺はお前、西舘は渡辺に絶対打たしちゃいけない。しかし、しかし阪神が優勝するって俺は言ってる。そうです、門別が活躍しないとダメなんだ。そうだ、だろ、はい、だから門別がやっぱ2桁勝つ、2桁勝つ、そうなったら新人。おっと、しかし、まあ、ちょっと待って、しかしのしかしのしかし、
俺が好きなのは田村なんだよ。なんでもうごちゃになってきた。いや市場が入ってきた。いや俺は胸を揉まないでください。俺は希望的にははい、希望的には田村にとってほしい。えそれどうしてですか。いやこれは、うん、俺は将来的に田村と前川、うん、これはセ・リーグを代表する左バッターになるよ。ああそうか。ああでこれも同級生だから、はい、だから三冠の部門で、うん、この2人は争っていける、うん、だから田村に取ってほしいんだけど、うん、でも、まあ、ちょっと難しいかもな。カープチーム的にな一応最下位予想に増しちゃったんですもんね。そう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 。だから、まあ、ということはそうだな門別渡来西舘投手、うん、やっぱり西舘これは中継ぎで取れるってことですよ。これはジャイアンツのやっぱりアキレス腱である中継ぎの一部を埋めたという評価が高くなる、はあ、いやー西舘がいてよかったみたいな、うんうんうん、あと思うよ。いやこれなんか新人で中継ぎで取れたら、うん、それはまたすごいことですよ。まあまあそうだね、はい、だから相当な数字を大勢のように残している。そうか分かりました。じゃあ西舘投手がセ・リーグは取るんじゃなかろうか。春先はね。えちょっと待って、ちょっと待って。あ途中中間発表ないの。あります中間発表。あれちょっと待ってよくわからない。春先の新人王なんですかこれ。まあまあそうだ。ちょっと待って。いやいやちょっと待って。春先、まあ、いい春先予想だ。春先の珍事みたいになってますよ。まあまあそんなことない。いや西舘でいい。西舘スタミナもあるし。いやそうです。新人王は結局多分夏とか夏前も一回やるんですよ。あやってくれる。やりますよ。ここまでだと誰だみたいなのやります、はい、た、はい、ただ今はあのこれあの淘汰されていくからね。だん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 減っていくだろうからか、もしくはあれこの選手来ちゃった。あそうだあるな。ありますよ十分ありますから、はいはい、とりあえず今のところ今年の新人王を取るのは誰だろうっていうことで、はい、西舘投手制は、はい、パです。パリーグ、うん、竹内西武のルーキー。ですね、高須さん。竹内はいいピッチャーだよ。隅田投手もそうでしたけど新人王取れた。隅田となんでお前こう被らせるんだよ。いやなんかねどうしても隅田は運がなかったんだよ。だ竹内投手は大丈夫。運があるんだよ。打ってくれる。多分ねあの顔はねふくよかなんだよ。だから運を蓄えてる。福の神みたいな顔。そう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 。ああそうか。だけど対抗は松田楽天。あっと中継ぎですね。これはやっぱこう数字を追っといてほしいなと思うんだよね。だから去年渡辺投手が取れなかった悲願の楽天から中継ぎで、うん、はい、あじゃあ竹内投手になるのか、まあ、対抗馬として松田投手楽天の、うんうん、チェックしておきます。で 穴じゃないな、うん、穴ではないけど金村、うん、あ日本ハムの、まあ、ここはね白三角に黒三角みたいなありますよね。そうそう予想もね。そうそうそう。今二重丸が竹内で、うんうん、丸が松田、うん、三角が金村みたいな。これセリーグであとやれなかったですよ。あセリーグでやる。やりましょう。セリーグ二重丸は。セリーグは二重丸は西舘、うん、丸渡来。丸渡来。渡来。三角。三角。門別。田村。いや黒三角まである。あ黒三角四人いるの？セリーグ。いや黒三角まである。黒三角まである。あるある。黒三角が。門別。門別。田村も入れたいな。田村は特別枠でいい。岡留め、ああ岡留めいた。そう、絶賛の右田中です。岡田監督絶賛。まあまあそうしたらもういろいろブレちゃうから。うん、いやそれはね、やっぱ門別がやらなきゃいけない。あ門別投手、門別ね、やってくれると思うし。やってくれる。まあ岡留めはそれに引きずられる形でやっていくと思う。うん、おお。誰が引きずってんねんみたいな。ボコボコされる。いやでも田村は特別枠。特別な感じ。いやこれは俺は特別な選手だと思ってるから田村は。それはもう新庄じゃなくて豊さんの特別賞をあげてください。まあまあそうだな。もう本当にな。いや本当に。でも田村もチャンスはある、うん。そうですよね。もちろんありますよね。うん、そうか、まあ、まあ今のところ二重丸は西舘をつける。そうですね。はい。はい、まあまたね。数ヶ月おきにこの新人王争いっていうのはやっていきますんで、はい、この言ってたことが次の数ヶ月後、うん、まあ、どういう選手が活躍しているのか追っていきながら、はいはい、見ていきたいと思います、はい。